若い選手、今シーズンのプレーっていうのはどういうようなふうに見てますか？いやもう頼もしくなったなと、うん、特にまあ広木、大輝あたりは、うん、もう1年目からずっと見てる子たちなんで、うんうん、かなり頼もしくなったし、うん、人間的にもプレイヤーとしても成長を感じましたね、うん、で水戸に関してはこうなんて言うんだろうな、自信みたいなものを感じるようになって、うん、こうそれがこうプレーににじみ出てるような感じがありましたし、まあ小見はこうずっと変わらず、うん、あの雰囲気で雰囲気は雰囲気で、まあ、雰囲気はもうそんなに変わらないですけど、プレーはこうどんどんたくましくなっていってるなって思います、ね。